おいっす。あいよ。どうしたんだよ。面白くないな、本田。面白くないって言った今。面白くないっすか。面白くないことって最高だよねって思います。コウメ太夫のツイート見たことある？あるある、もちろんあるよ。やばくない？最高だよ、うん、最高なんだよ、毎日苦笑。あのね、滑ってるじゃないんですよ。ああ、なるほど。面白いがプラスだとしたら滑ってるマイナスなんだけど、うん、もう本当にゼロゼロのことを言えるっていうのは本当にすごい才能なんですよね。お笑いの赤道。スプーンかと思ったら、うん、箸でした。マジ畜生だよ。いやー、畜生だわ。感じないでしょ。しもうそれはもう畜生ですよ。畜生ですわね、うん、ということで今日は、はい、コウメ太夫のセンスに追いつこうということで。おお、確かに先生にね、上の句をね、言うんで、うん、下の句をなんて言っても当てようっていう会をやりたいと思います。ああ、じゃあもう本当に面白くないことをずっと言っていけばいいってこと。まあそうだね、うん、ということで、オッケー。じゃあ持ってもらって、じゃあちょっと行きますよ、はい、適当に。じゃあこう見えないようにして下の句を。あ、これいいんじゃない。行きます。はい。ちゃんちゃかちゃん、そっからやんの。長えよ、そっからやんの。ちゃん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 、本人でも長えなって思う。スカイダイビングでヘリからジャンプしたら。もう簡単、簡単じゃん。こういうの好きだもんな、ほんと。多分これは簡単だと思う。簡単だよね、これ。簡単。ちょっと僕自信あるの言っていいですか。はい。はい。まあスカイダイビングでヘリからジャンプしたら、落ちて死にました。あー。うん、でしょ。まあ似てる、うんうんうん。パラシュートがついてませんでした。あ、同じ。ああ、もう一緒だったか。うん、パラシュートありますよ。ワードはさすがに出してくれるよ。ああ、そうだね。もう一歩いってるか。さすがにこれなんちゃって。結果発表は、そういえばヘリの操縦士は私でした。うわー、降りないのか。あー、なるほど、ね。うわー、ちょっとひねってきてんじゃん。マジか。あれ、成長してんだ。ちょっと待って。コウメ先生、ひねってきてるね。うん、やばい。面白くないだから。ひねらない。それ、これ、安直？そう。ではないってことか。そう、そういうこと。ちょっとそこをじゃあ合わせていきましょう。まあ、そうだ、うん。考えなきゃ、ちゃんと。2問目いきます。はい。ちゃんちゃかちゃんちゃん。もういいよ、そこ。そこもいいよ。耳にたーこができたと思ったら。耳にタコができたと思ったらです。なるほど。むずいな。多分これはね、下の句から考えてる。臭くない？いやいやいや、そんなことしないよ。大丈夫大丈夫。マジでマジで。はい、じゃあ池田から言ってみる。うん、どうぞ。ちゃんちゃかちゃん。そんなやんのかよ。ちゃんちゃかちゃん。やばい、長い。みーみーみーたーこができたと思ったら。最初からタコでした。あー、そういうやつ。最初からパターンね。いや、じゃあ僕いきますよ。あ、はい、普通に言っていい？うん、まあ、耳がタコなら足がイカになってました。畜生じゃんとかじゃない？近い、うん、近い近い。正解。何よ、じゃあ安木。正解は多分、うん、耳にタコができたと思ったら、うん、イヤリングがタコリングになりました。イカリングだったらよかったのに。あ、面白くないな。本当に面白くないけどぽいな。さっきのなんかひねってるレベルぐらいはひねってるよね。そうだよ、うん、じゃあいきますか。正解はタンポポ耳に入ってプルプルでした。ちょっと面白いじゃんかよ。おい、なんかもう上の句と下の句何個か並べてきたりとかのやつじゃん。だね。ああ、なるほどね。シュール挟まれちゃうとめんどくさいね。当てづらいけどね。難しいな。オッケー、じゃあ次いきますよ。うわ、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん、終わりって言いそうな鳥が現れたと思ったら。さすがにこれは振ってるでしょ、何かしら。何かに繋がったとしさすがに。だって鳥、ちょっと鳥で、うん、矢崎から行きましょうか。あ、俺もう逃げです。はい、逃げる。はい、はい、終わりって言いそうな鳥が現れたと思ったら、うん、夢でした。あー、そういうやつだ。シュール系のね。うん、どっち、あ、いけた、うん、いけた。終わりと言いそうな鳥が現れたと思ったら無視されました。あー、いいなー、いいね。マジかー、そういう感じかな。ちょっと考えすぎたかもしんない。いや、
終わりって言いそうな鳥が俺大鳥だと思ったのね。あー、なるほど。だからまあなんか紅白とかで北島三郎でした。うわー、あー、それだわ。いきます、答え。なんとジ・エンドリでした。ちくしょう。大鳥、大鳥を。ああ、いや、本田はちょっと恥ずかしい。綺麗だから、綺麗だから。恥ずかしいよ、よ、これ。すごい。大鳥。なるほどね。終わりっていう最後の鳥を大鳥とかけてるわけ。いや、それでしょ、どう考えても。いやいや、全然。これもでもすごいね。やめてよ。うん、次行こう。ちょっと待って。ジ・エンドリなんだよ。ジエントリー最悪だよ。はい、じゃあこれでいきます。はい、チャンタカチャンチャンタチャンタチャンタン、ナイフを舐め回してヤバいやつを演じていたら。これは簡単だよね。え、いやいや、さすがに違うんだよ、違うんだよ、そんなんじゃないよ。うん、まあそうだよね。うん、パラシュートで簡単ってことじゃないから。うん、ナイフを舐め回してヤバいやつを演じていたら、うん、ヤクザの世界で出世してました。あー、畜生。でもそれ畜生じゃないじゃん。そっか。あー、畜生か。そうだよ、ね、やべ、俺もだわ。じゃあハンバーグが食べたくなりました。あ ー、 あー、そっちか。そっちか。そっちね。どっちだよ。そっちか。いや、僕は、飴でした。ああ、舐めてるから、ね。舐めてる方は、なるほどね。勘違いしちゃってました。うん。どれか当たってんじゃないか。うん。最後1問ぐらい当てようよ。当てない。うん。はい。じゃあ、正解いきます。はい、ナイフを舐め回してヤバいやつ演じていたら、舐めなくてもヤバいやつだよと言われました。ちくしょう。ちくしょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、矢崎さん、コウメダ URL。 あの衣装を着てない時、ここにウォレットチェーンつけがち。そんなサインだ。